安倍先生、今日はどういう言葉を申し上げればよいのか、何も見つけられないままこの日を迎えてしまいました。参院選の街頭遊説の最中に凶弾に倒れた。いくらなんでもそれはなかろう。この事態は私にとって到底受け入れられるものではありませんでした。そしてまた多くの国民もやり場のない怒りや悲しみに暮れております。誰もがどうお悔やみを申し上げればよいのか、その言葉すら知りません。ただただご冥福をお祈りするばかりであります。振り返りますと、先生と私は随分長い時間お付き合いをさせていただいたことになります。時に官房副長官と政調会長、時に総理と幹事長、時に総理と副総理として、先生とは政策また政局において様々な問題に取り組んでまいりました。そこにありましたのは先生との信頼関係。いかなる局面においても日本という国および国益を最優先する信念、先生と私をつなぐ一番の絆であることを確信しております。少々かっこよく言い過ぎたのかもしれません。普段はお酒を酌み交わし、ゴルフ場で冗談を言いながら回る、むしろそんないつもの光景の、そこにあった安倍先生の笑顔が目を閉じれば浮かんでまいります。総理としてのご功績は今さら私が申し上げるまでもなく、多くの方々の知るところであります。内政はもちろんのこと、外交において間違いなく戦後の日本が生んだ最も優れた政治家ではなかったか、そう確信するものであります。戦後最長となられた在任期間を通じ、積極的な安倍外交はあなたの持ち前のセンスと守るべき一線は譲らない類まれなる胆力によって、各国の首脳からも一目置かれ、日本のプレゼンス存在を飛躍的に高めたと確信しております。あなたが総理を退任された後も、ことあるごとに安倍は何と言っていると各国首脳が漏らしたことに、私は日本人として誇らしい気持ちを持ったものであります。世界が今大きな変革のもとに、各国が歩むべき王道を迷い見失い、進むべき羅針盤を必要とする今この時に、あなたを失ってしまったことは日本という国家の大きな損失に他ならず痛恨の極みであります。先生はこれから慎太郎先生のもとに旅立たれますが、今まで成し遂げられたことを胸を張ってご報告をしていただければと思います。そして岸信介先生も加わるでしょうが、政治談義に花を咲かせられるのではないかとも思っております。ただ先生と苦楽を共にされて、最後まで一番近くで支えてこられた昭恵夫人、またご親族の皆様も、どうかいつまでも温かく見守っていただければと思います。そのことをまた家族ぐるみのお付き合いをさせていただきました友人の一人として、心からお願いを申し上げる次第であります。まだまだ安倍先生には申し上げたいことがたくさんあるのですが、私もそのうちそちらに参りますので、その時はこれまで以上に冗談を言いながら楽しく語り合えるのを楽しみにしております。正直申し上げて、私の弔辞を安倍先生に話していただくつもりでした。無念です。令和4年7月12日、元内閣総理大臣、友人代表